市民放射能測定所の実際やっていることというのは、健康を守っていく、子どもたちを守っていくという活動で、その出口方向性を見つけるためにですね、相談会というのを定期的に、今1ヶ月に1回ずつなんですけれども、これ2週間に1回に増やそうと。